眠れるラジオ。実績解除のコーナー。コンピューターゲームにおける実績とは、ゲームのパラメータ外で設定された目標である。トロフィー、バッジ、アワード、スタンプ、メダル、チャレンジ、アチーブメントなどとして言及されることもある。達成条件を満たし、それがゲームで認識されると実績解除となる。ウィキペディアより。あなたの人生において何か達成した出来事を教えてください。必ずしもプラスの出来事である必要はありません。珍しいこととか辛かったことなんかでも OK でございます。はい、やっていきましょう。僕の大好きな、一番好きなコーナーですね。はい、お便り自体は少ないけども、僕は大好きなコーナーです。いっぱいこのコーナーに送ってくださいね、皆さんね。いきます。兵庫県ペペだって、ペさんですね。こんばんは。パルマ時代から応援しているものです。私の実績解除はアルバイトの契約が決まったことです。私は音響の専門学校に通っていて、今年3月と同時に楽器屋さんに就職が決まっていたのですが、コロナの影響により卒業ギリギリの2月頃、内定取り消しになってしまいました。卒業してからは学生の時通っていた飲食のバイトを続けつつ、たまに人不足で呼んでくれる音響会社のお手伝いに行き、また会社調べをしてという日々を続けていました。ですが7月頃にそれなりに大きめの音響会社の面接を受け、採用となりました。アルバイトではありますが、勤務時間が最も多く、アルバイト契約で正社員有望株的な立場で働き始めています。8月からはその音響会社と飲食、たまに呼んでくださる音響会社さんの3つ掛け持ちで、どれもアルバイトではありますが、がっつり働き出せました。実績解除、欲張りなのでおめの言葉もお願いします、ね、ありがとうございます。パルマ時代からだってめっちゃ子さんだこの人すごい。僕が眠れるラジオを始める前にやってたゲーム実況のからってことですからね。すごいですね、はい、ありがとうございます、コロナの影響、うわすごく、あこんなになったんだね。しんどいねそれね。でバイトしながら、うわせっかく正社員になれると思ったのに、バイト生活で、あでもそれでもめげずに音響会社面接受けて採用。いやー素晴らしいね。いやでも本当にそのバイトから成り上がるみたいな人も結構多いですからね。うん、僕あの知り合いの結構大手の制作会社のプロデューサーの方とかは、最初バイトから入ったって言ってたんで、でそっからなんかトントン拍子で 3,4 年とかでプロデューサーまで行ったみたいな、まあそんな人もいらっしゃいますからね。だからまあそういうね、アルバイトとか、まあ、入りやすいところからとりあえず入って、そっからこう活躍してって成り上がってみたいなね、もうそういう人もいますからね。大変、すげえ大変なのかもしれないですけどね、でもね最近で言うと、なんかライブとかもすげえ増えてきたじゃないね。マスクもしなくていいっていう風になってすげえ増えてきたからね、なんかまた活躍できる機会も増えそうですよね。応援します。そのガッツも素晴らしいです。番組のご意見ご感想見てるんだけど、ゲーム実況100回ぐらい見たってね、書いてる。いや、いるんだな、この時からの人って。ラジオじゃなく動画が見たいということでね。なんか、俺もね、すげえ言われるんだよな、友達とかに。ラジオはもういいよ別に、お前のラジオはつって、サブちゃんの方が面白いからサブちゃんを上げてほしい、すごい言われる、リアルの友達に。いや全然お前はサブちゃんの方が輝いてるよみたいな、めっちゃ言われるんだよな。いや俺もそう思う、正直実際、俺はサブちゃんの方が輝いてると。頑張りますね僕ね、はい。次行きますかね。埼玉県いちごさん、こんばんは。いつもガスケさんのラジオにお世話になってます。私は高校1年の女子です。先日初めて推しのライブに参戦しました。ガスケさんが以前話題に挙げていた TWICE の後輩の NiziU というグループです。埼玉県在住なので東京公演に行きたかったのですが、予定が合わなかったこともあり、中学の同級生と愛知まで遠征してきました。
初めて友達とお泊まりして先生のいない修学旅行って感じですごく楽しかったです。もちろんライブも最高すぎて号泣してしまいました。お便り読んでいただけたら嬉しいです。これからもラジオ楽しみにしてます。わ、めっちゃいいな、めっちゃいいな。その、高1の頃の友達との遠征、いいね。超楽しかったでしょ多分これ以前僕もね話したかもしれないんですけども、高校1年生の時ですね、Xbox360 という、ゲームで知り合ったお友達と東京でオフ会をするというねことが過去にありまして、めっちゃ楽しかったの。それがめっちゃ楽しくて、まあ喧嘩したりとかねしたけどね、そのうちの何人かはそれ以来連絡取ってないとかねまあそんなこともありましたけどもね、でもすげえ楽しかったんですよやっぱ。ただまあ僕の場合はでその後親に嘘ついて言ってたんで、それ高校の友達と東京旅行に行ってくるっつって嘘ついて言ってたんで、で誰々っていう友達と行くって言ってたんですけど、なんか怪しいなと思ったうちの両親、僕が旅行中に学校に電話して誰々っていう生徒いますかっつって、いませんってなって、で父親がおいお前誰とどこに行ってたんだっつって、まあ幸い何もなかったですけど、普通に自分の息子が友達と遊びに行くっつって東京行くっつってなんかよくわかんないやつと会ってたら、まあ、ちょっと怖いだろうしな親からしたら、まあというのがねあるんですけど皆さんはくれぐれも真似をしないでくださいね。本当に危険なことを僕はしてたという自覚はあるので、まあ幸い何もなかったですけど、ただただ楽しく、まあただ喧嘩はしましたけどまあまあそんな、こともあったんでね、やっぱあの時の本当になんだろうな、未開の地でね友達だけ仲のいい人たちだけで泊まるっていう経験、誰も怒る人いなくてみたいな、めっちゃ楽しかった。でしかも20のライブ見に行くんでしょ、20のライブも絶対楽しいよな、最高だろうな、超楽しかったんだろうなその20遠征、いいですね、ありがとうございます。実績解消、はい北海道ファミノフさん、ガスケツさんこんばんは、いつも楽しく聞かせていただいてます。私は北海道に住む高校2年生の女子です。私は先月今までの人生で一番のハードスケジュールを経験しました。1週目の週末は学校の模試がありました。2週目は志望大学のオープンキャンパスで東京に、3週目はエレクトーンのコンクール、4週目は部活の大会に加えて翌日からは、4泊5日の修学旅行、帰ってきた次の日は日帰りでまた別のエレクトーンのコンクール出場のため遠方へ。体調を崩しやすい私が一回も具合悪くならずに全ての予定をこなすことができてすごい達成感でした。なんか昨日さ撮影があったのよ。でそんなに制作費も出ないから、まあ僕一人だけで行ったんですよ。機材めっちゃ抱えてさ、ガラガラにもう全部の機材詰めて、照明やらカメラやらマイクやらもう全部もうオールセット、照明とかもめっちゃ重かった。で電車で 2,30 分ぐらいのところに撮影しに行ったんですよ。もうそれだけでももう俺今日昼過ぎまで寝込んでましたよ、疲れすぎてもう汗もびっちょびちょでしんどかったなもう僕は1日のハードスケジュールすらもうダメだなと思った。体力がないのか、まあもちろんこのうだるような暑さもあるんでしょうけど、マジでダメだったんで、こんなずっとハードスケジュール続いてなんとかなってんのすごいですよね。若さもあんのかもしれないけどね、エレクトーンね、なんか前もエレクトーンやってる子いたな。もうエレクトーン弾いてんの時点でなんかすげえけどな、あんなあれ腕4本ぐらいないとできなくね、あんなのな、本当に
すごいですね、ありがとうございます。実績解除ということで、はい、ということで実績解除のコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。はい、そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは明日の予期時間に、帰宅途中とか作業中とか聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、なんか隅田川の花火大会があるそうですね。いや実はね、なんか両親が見に行くらしいんですけど、で息子たちもどうですかって来てたんだけど、もうちょっと人混み嫌だから行きませんってね言って、なんかその後父親の家で家族でご飯食べる、先週行ってた、父親の定年祝いみたいなことをやるって言ったんで、僕はご飯から参加しますというふうなことを言っておきました。もう花火大会なんて、その彼女が行きたいなって言ったら行けるぐらいですよね。なんかそうじゃない限りで行くのしんどくないですか、あそこもうね、やだなと思ってね、家族でちょっと行くモチベはないかなと思って、とりあえずね、父親の定年だけ祝ってきますね。はい、前回のコメント欄読んでおきますか。島本さん、お世話になってます、いつもありがとうございます。お父上定年なんですね。還暦60歳でしょうか。だとすると同い年です。時計のプレゼントの他にお酒を飲まれるのでしたら、ちょっといいウイスキーでもいかがかなと。ハイボールが好きなガスケツさん、一緒に飲もうと思ってさと差し出して作って差し上げたら、きっと心の中でお父様は涙涙のはず。ちなみにおすすめはオールドパー、ハイボールにするとめっちゃうまいです。にしても優しいご子息でお父様が羨ましい。おそらく名前見ると男性の方らしいんで、父親の同級生の方の年の方かな。そうか、ウイスキーね。なるほど、ウイスキー買ってくか、ちょっといいウイスキーで一緒に飲むか今日ね。あ、それいいっすね。いや本当、父親と同世代の方のコメントめちゃめちゃ参考になります。ありがとうございます。はい、羊名さん、100均とかドンキに売ってる本日の主役ってプリントされたタスキ、お父様にどうでしょう。ああなんか送別会社の送別会みたいなでもなんかそういうね、パーティーグッズ的なものを買ってくのはちょっと面白いかもしれないですね。なんかあんまり家族でそういうことしないじゃないですか、やっぱ。なんかやっぱこっちとしても、やっぱ定年までありがとうございましたの気持ちはやっぱ伝えたいんで、なんかこうね、いつもとちょっと違う感じ演出するのはすがありかも。はいね。富田さん、初コメです。最近弟がジョジョの奇妙な冒険とやらを見て中二病とやらになっています。どうすればいいんでしょう。お兄ちゃんだったらどうしますか。そもそもジョジョの奇妙な冒険を知っていますか。ラジオで放送できたらお願いします。アドバイスください。お願いします。ジョジョね、ジョジョ、まあでもね、中二病っていうのは男の子なら絶対に一度発症するもんなんですよ。発症しちゃうんです、あれは。おたふく風邪みたいなもんで、男の子は絶対一回はなるの、あれは。だから、優しく見守ってあげてください。あ、なんか病気出てるなって。で、いつか気づくんです。その、誰しもが。あ、もしかしてすごく恥ずかしいことをしていたんだなっていうのは、いずれ気づくので、誰しもが。なので、まあ、そういう時期なんだなぐらいで。ちなみにガスケツが発病していた症状で言いますと、どこか一点を見つめて不敵に笑うっていうのをやってた時期がありますみたいな
小2、3ぐらいかな、なんか未来が見えると未来が見える人設定だったの自分が。でかつサイコパスで、なんかその未来にすごい悪いことが起きてるのを見て笑ってる人みたいな、へへへみたいなね、そんな時期もありましたね。はい、なので荷物持ってあげててください。はい、ということで、ね、そんな感じですかね。はい、その他にもアヒルさん、のりちゃんさん、みじさん、これなんて読むの、これすごい珍しい文字、野崎さんでいいのかな、マナカスさん、ミコスさん、柳沢さん、テルテルさん、リオンさん、ピーナッツさん、チャンリョウさん、パムさん、メイアイさん、チエさん、ガンバルンバさん、チャオさん、ピッさん、ダリコさん、チキンヘイヘさん、ミンさん、フタミンさん、バクフンさん、ミッツンさん、島本さん、ミセス羊さん、コチャさん、マンマルマルさん、ピーナッツさん、トシミコさん、エムさん、羊メイさん、スズさん、カナルテンさん、ティグティグさん、浅野さん、フューチャーフォーキャストさん、富田さん、キンキン TV さん、フタミンさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてはその中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。そして YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととか、ガスケツに伝えたいこととか、ざっくばらんに肩の力を抜いて書いていただければと思います。ガスケツも適当に拾いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということでしばらくヒーリング音楽をお聴きください。
ということでね、ぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのを毎回やってるわけでございますけれども、はい、ということでね、まあ、オープニングトークとこのメイントークの間にですね、父親の定年祝いをしてきまして、はい、定年祝いって言う？定年祝いって表現合ってる？言うよね、言ってきたんですけど、まあ僕の家族、まあ、4人家族なんですけど、まあ、父親が、東京に単身赴任でいて、で弟も関東にいて、で母親は東北の方にいるんですけど、まあその、まあ、家族3人こっちだからっつって、父親が母親をよく呼ぶみたいな、なんか帰省費が出るのかな、うちの父親の会社は。でなんかその帰省費を、まあ、母親に渡して、まあこう来てもらうみたいな、うん、まあその方がね家族みんな会えるしいいんじゃねみたいな感じで、まあちょくちょく母親が来てるみたいな。で今回父親の家で、定年祝いをしたんですけど、うん、で数日前からさ、なんか祝いのプレゼント買おうかっつってね、僕と弟と母親の3人で LINE グループが立ち上がって、何にしようかっつって、でまあスマートウォッチ欲しがってたから、じゃスマートウォッチにしようって、でなんかで弟がさ、じゃあ僕買っとくよみたいな、うん、なんかああじゃあ買っといてっつって、よろしくなんつって、で買ってくれて、うん、でなんか写真とか送ってきてさ、届いたよなんて言ってて、ああよかったよかった、来た来たなんてね、うん、まあこれで安心だ、喜んでくれるといいななんてね、いう話をしてて、うん、で、まあ当日ね迎えて、で僕の方はまあとりあえず個人プレゼントというか差し入れ的な感じで、さっきケスナーにおすすめしてもらったオールドパー買って、酒屋さんでね買ってって、紙袋に入れてもらって、持ってってね、うん、よしなんつってよしこれで準備万端だと。で僕の家は23区内でいうと西の方にあるんですけど、父親の家東の方なんで、まあ電車乗ってオールドパー抱えてね電車乗ったわけですよ。でまあ2駅ぐらいかな、その乗って2駅ぐらい経ったぐらいの時に、弟からすごい大量の LINE がわーってきて、なんか10件ぐらい一気にわーってきて、なんだと思って、これ原文まま読むんだけど、時計を忘れてしまった、大変だ、しまった、やばす、どうしよう、やっちまった、うおーって入ってて、しっかりしてくださいよと思ってまあ信じらんねえと思って、そう、っつって、今どこにいんのって、いやもう着いちゃって、父親の家の最寄り着いちゃうとか言うわけで、いやもうじゃあ帰るわとか言ってんのよ。いやいや帰るっつったっていい、片道どんぐらいかかんのって、1時間ちょいかかるとか言うわけ。そんなのさ、駅から家までその歩く距離とか加味したらさ、結局3時間ぐらいかかっちゃうじゃん。いやそれは良くないと思って。いや、それはいいや。帰んなくていい、帰んなくていいっつって。どうしようか。もうじゃあ、正直に伝えようって。うん、忘れました。これを用意してたんだけど、忘れちゃいましたって。ね、よっていう。で、父親の家着いたんだけど、まだ弟到着してねえっていうわけよ。と思って。だって俺がもう最寄りの駅から2駅ぐらいの時にはもう着くって言ってんのに、まだ家着いてないっつって、何をやってんだと思って。でさ、その何、スマートウォッチ忘れてしまったラインは母親見てなかったから、こっそりね、なんか忘れちゃって家に置いてきちゃったらしいよみたいな。何やってんのあの人。でも母親もドン引きしててさ、さすがに忘れるわけないと思ってたらしくて、うん、でもなんかうちの弟結構その抜けてる部分があるから、一言言おうかなと思ってたらしいんだけど、
さすがに忘れないだろうと思ったら本当に忘れて、マジかってなって、で遅れて弟ね到着して、うん、何してたのって、花火見てたとかって、あそうですかってでさ、なんか懐からドヤ顔でさ、なんか機械取り出すわけ、なんかでっかいボイスレコーダー5万円ぐらいしたらしいんだけど、ボーナスで買ったとか言ってて、これで花火の音取ったんだよねとか言って、でなんか自分で聞いてさ、おーとか言ってんの、お前なんでそれ持ってくんのにプレゼントは忘れんのみたいな、ほんと信じらんねえと思って、うん、でさで結局で、あのまあそのお祝いの会が始まってね、あのまあ母親がちょっといろいろなんか美味しいものとか買ってきてたから、それ机に並べて、じゃあいただきますっつってね、でなんかビールとか飲みながらね、でちょっと お前そろそろ言えと、忘れましたって、そしたらなんかさ、なんかその態度もさうちの弟の態度もさ、何なんだろうな、あいつなんか、定年をお祝いしまして、3人の方からあのプレゼントがあります、あ、なんだけど、あの実はちょっとあのちょっとこういうのをね用意してたんですけど、でなんかスマホの画面見せて、これを用意してたんですけど、でそこでちょっと父親もさ、なんか本当にみたいな、ちょっと喜んだんだけど、あの実は家に忘れてしまいまして、でも父親もなんかなんだそれとか言ってなんか、まあ、明らかちょっとテンション下がってんのよ、父親も。なんか。で、なんか、弟が、先生、本当に先生、みたいな。ヘラヘラしやがってと思って。まあ、もう、本当に、いやー、やっぱうちの弟変わってねえな。ずっとこんな感じだ、あいつは。ね、なんか、そんな感じで。まあまあまあ、でもね。まあそこはもう一旦ね、置いとこうっつって。うん、まあ楽しくね、家族4人でご飯食べて、うん。じゃあちょっと僕の買ってきたオールドパー飲みましょうかっつって、うん。で、飲もうと思って。で、なんか弟が、その、まあ うちの弟は全くお酒を知らないから、なんかこれどういう、いいお酒なんだみたいなこと言って。まあ、まあオールドパー、まあ、その、すごいいいお酒ではないけども。まあ、4000円ぐらい、1本4000円ぐらいする、まあまあまあって感じのお酒なんですけど、で弟がさ、そんなことを聞いたのに対してさ、うちの父親がさ、あ、オールドパー？あ、いや、オールドパー別にそんな、まあまあ、なんか、ロックで飲まなきゃもったいないってほどでもないけど、ハイボールで飲むにはちょっともったいないかなぐらいの、まあ、感じとか言うわけ。いや、それ、俺買ってきたやつだからね、みたいな。お土産で買ってきたのに、そんな言い方するんだと思って。いやまあそうだけどさ、合ってんだけどさ、そんな、いやだから多分、てか多分、血なのかな、そういうなんかこう不用意な発言というか、そのなんかちょっと尺に触る発言とかさ、僕多分血なんだろうなと思って、俺もさ、結構生配信とかでお酒飲みながらやると、ほんといらん発言をしがちなのよ、なんか。思ってもないこと言っちゃったりとかもする時もあるし、なんであんなこと言ったんだろうみたいなこととかも結構あるんだよ。だからこれ多分父親譲りなんだろうなって思ったね、なんか、うん、母親そういうことないんだけどな、あんまり、うん、うちの母親はなんかこう言葉選んで発言してる感じがあるんだけど、何も考えずにこう言っちゃうのはやっぱ父親譲りなのかなってね思いましたね、うん。まあそんなこんなでね、はい、サプライズ大失敗ということで、最悪です。ね、まあまあ、こんなこともありますよね。もう僕だってあの忘れ物はするときはするんでね、人のこと言えないんで。普通歌を短く一個だけ読んで終わりにしたいと思います。山梨ワーさん。ガスケさん、こんにちは。高校2年生の男子生徒です。自分は男女ともとも仲良くしたいという考えから、あまり友達と彼氏彼女の話になることがなかったのですが、最近やはり彼女が欲しいと思うようになりました。何か些細なことでもいいのでアドバイスいただきたいです。はい、まず女の子の LINE をゲットしてください。以上ということで、
眠れんラジオ会話にしておきましょう。これでも眠れないよという方はね、シャッフル睡眠法の動画があります。あともう一本ラジオ聞くとか、あとポッドキャストの方には朗読の音声なんかもありますので、引き続きうちのチャンネルで楽しんでいただければと思います。あとは、ヒーリング音楽はねこの後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。